はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。今日も元気に坂付けやっていきましょうということで、アップデが来ておりますのでアップデ解説していきたいと思います。今日は1月18日なので1日経っちゃいましたね、すいません。はい、行きましょう。まずは、新監督新ガチャ来てますが、重要なところで言うと、まあここですかね、友達招待キャンペーンがリセットされておりますので、皆様、こちらやっていきましょうというところですね。今回に関してはまあそうですね、2人目ぐらいまででいいのかな。まあいつもね、この招待キャンペーンって2パターンありますよね、覚醒専任コーチのパターンと限界突破アイテムのパターンですね。限界突破アイテムのパターンは、皆様ねちょっと無理してでも頑張っていけたらいいのかなと思いますが、まあ、こっちに関してはそこまでね、まあ星5確定までいければいいのかなと思います。はい、新星6監督アルバシグル監督登場ということで、サンセバスチャン FC って書いてありますけども、まあ、レアルソシエダですね、久保建英選手のレアルソシエダ染めの監督という形です。まあ、たまに来るね、メインとなる、レジェンドフェス等の、染め監督の後に、同じ戦術で登場して11人全員バンって出てくるというような形ですね。以前もありましたが、まあ、以前も、結構強かったんですよね。あのメインとなっていたそのフェスとかの監督を、超えてくる、まあ、超えてたかなあの時は、監督でした。なんで今回、アルバシグル監督登場ということで見ていきたいと思います。フランス染めの監督とどっちが強いんでしょうというところですね。はい、まずはこちら4-1-2-3という形で、坂津くんにおいてはまあ非常に強いとされる、フォーメーションになっております。まあ4-1-2-3なんで、まあまあまあフランス染めの4-2-1-3と比べてどうかってところで見ていっても、そうですね、さほど差はないかな。まあダブルボランチの方が個人的には好みではあったりしますけども、まあ、ワンボランチ、ボランチによっては、しっかりと守れれば、前線に1枚足して、という形も、強いかなと思いますね。はい。で、ただし、これ C ですよね。ダイナモか。ってなってくるとですね、これ例えばフランス染めのビエリがここにはまるんですけど、ビエリの守備力だとちょっと心もとない。まあでもパスカットマーカーのか。まあまあギリギリ OK かな。はい。で、コンボ効果、ドリブル、セービング、パスカット、マーク、トラップ、キープということで、オフェンス一つから一つドリブル。で、ディフェンスからパスカット、マークの二つ。で、トラップ、キープというテクニカルな部分が二つという形です。フランス染めと比べると、僕はこっちの方が好みかな。フランス染めはやっぱ守備がない、分、まあフィジカルにガンガン振っているというようなイメージでしたけども、パスカットマークというところでしっかりとねディフェンスもできて、ドリブル、トラップ、キープで攻撃もできるという非常にバランスがいいのかなというふうに思います。はい。で、サンセバスチャン FC 選手1人当たりの 2% のバフなんですけど、まあ、今回登場している11名ぐらいかな。レアルソシエダで過去で登場して強い選手とかもうまあほぼいないので、なんでまあもう今回登場している11人ではめていくという形になるので、まあ監督のこの染めのね 2% のバフ効果っていうのは結構厳しいのかなと思います。で、今回11人、まあこれから考察していきますけど、まあどう考えてもねフランスの選手たちの方が圧倒的にね選手個人個人の能力値は高いので、って考えると、まあ監督のバランスって考えたらこっちですけど、そうですね、だから制限戦戦ってたら僕がまあこっち使うかな。こっち使って制限戦で、まあ選手のクオリティは高くて監督のバフはまあこの 2% がなくなって抑えられてっていうところで数値調整ができるんで、バランス考えたらこっちかなとも思いますけど、まあでも制限戦よりなんていうんですか、制限がきつくなればなるほど攻撃重視になってくるんで、後半のね浄化とかかまして一気にこっちの数値が上がって優位になってくるってなった時には得点が取れた方がいいので、まあそういう意味ではフランスの監督に軍配かな、っていう感じですね。だからダイヤとか戦ってたら僕はこっち選ぶ可能性はあるかな。でもゴールドとかね戦うんだったら僕はフランス染めの監督使うかなっていうイメージですね。まあ、まだこの監督ね使ってどんな感じか見てませんけど、パッと見た感じ僕の印象はそんな感じです。細かいところ監督アビリティ等はちょっと飛ばさせていただきます。ほぼほぼ一緒でしょフランス染めとね。
と何かこっか、指導をレベル4、消耗指導をレベル1、オフェンス指導、ディフェンス指導、名称ディフェンス対策、検証、消耗戦レベル2、フェンスバリエーション、ディフェンス指導、まあまあそんな大きく差はないか。そうですね、まあ絶妙にでも持ってる、まあ今回のガチャ引くかどうかにもよりますけどね。僕はまあフランス止めの監督でいいんじゃないかなと思いますが、安定を求めるんであればアルバ・シグル監督かな。はい、次行きましょう。あとこれほとんどフランス止めの選手が使えますね。はい、カットインですよね。右がカットインで、で左がムービングフォワードだから、エムバペ、カットインのところがフランス止めで来ていたところで言うと、誰だったっけ、コマンか、キングスレイコマンが使えますよというところですね。で C のところがダイナモなんで、ここがビエラとか、カマビンガとかが使えるよというところで、D のところが、D が何、攻撃サイドバックか、攻撃サイドバックが使えますよというところなので、メンディーか、メンディーが使えるかなというところですね。はい、なんでまあ、フォーメーションコンボに関して言うと、プレスタか、プレスタに関して言うとフランス止め作ってるオーナーさんそのまま当て込めるかなというふうに思います。まあ、せっかくなんでちょっと作ってみますか。監督も取ってますし、ちょっとお待ちください。はい、アルバシグ監督で、作りましょう。ドンと、なるほど、バンディエラが入ってないですね。ちょっとバンディエラ入れていきましょうか。バンディエラ、バンディエラ特徴、アムラバトがプラティニにかかってきます。それからスースナボスがこっちに、あ、そっか、守備が、守備バフが2つある監督なんで、スースナボスじゃなくカバールが選ばれるんですね。でこんな感じか。で、まあスカニーレだかな。はいはい、こんな感じで、フランス止めはもうそのまま使えますね。はい、フランス止めがそのまま使えて、中央突破で全部染まってますね。で、フランスと、まあ、スペインと、プラティニ・アルバレスで、固まってるというところですね。ブスケツもいるんでちゃんとかかってますね。なんで、アムラバト、グリーズマン、ブスケツで全員に、バンディエラもかかってる状態。で、中央突破全部揃ってる状態。で、スカニーレがかかってきて、442,624。まあ、低い。低いっていうのは、まあ、このパ完璧にね揃ってる状態でこの数値なんで、要するに、レアルソシエダの 2% ずつのバフが0の状態なんで、単純にアルバシグル監督の 85% のバフのみで、今いる選手の、まあ、ベスト、ほぼベストで組むとこんな感じですね。44万いくという感じです。だからここにコマンのところとかに、久保建英選手とか来ればちょっと、選手ガチャ選手見ていくのは後でにしますけど、久保建英選手とコマン選手だと、多分これアルバシグル監督においても結構な差が出ると思うんですけど、多分3,000、4,000、4,000、5,000ぐらい出るのかな、もっと出るかな、多分もっと出るかなっていうところですね。でアルバレス、ジョーカーのアルバレスがここに来ちゃってますので、まあここジルーにして、でここにもう一つ、レアルソシエダの選手を入れればさらに 2% 加わってっていうところですね。まあでもそうは言っても46万7万いくかいかないかですね。なんで、まあ、全部ね、レアルソシエダの選手で揃えれば、まあ、多分48万9万でも50万はね厳しいと思います。ざっと見た感じの選手の個々の能力値がそんな高くないんで、フランス止めに比べて。でフランス止めに関して言うと、もう完成してね、51万弱ぐらいのチームができてますけど、そうメンバーシップの方、その51万弱の、完成された、フランス止めの、チームですね、紹介動画出してますので、再生リストからね見ていただければなというふうに思います。はい、というところで、まあそこに比べても総合値的にはマスター戦うんだったらちょっと厳しいかな、アルバジシグルス監督はっていう感じもしますけど、
ねえ、でも1個前の時にねやられてますからね、実はすごい強かったみたいなね、数字じゃないよっていうのがあったんで、まあ確かに安定感でいうとアルバシグルだけどな。まあちょっとこの辺ねアルバシグル監督の動きも確認していきたいなとは思っております。現状はちょっと初見で、イメージだけでお話しさせていただいておりますね。はい、何か参考になればありがたいです。はい、じゃあ次行きましょうか。で CCT が始まってますよということで、まあ定着しましたね CCT で。今回登場している11名が、ボーナス選手となって 4% ずつつきますよと、まあ、全員揃えれば 44%、ボーナスが加算されますよ。プラス監督ですね、監督が、20% 監督が、ドミレク監督からマルテサ監督まで、 40% 監督がアルバシグル監督からパスレッティ監督まで。このパスレッティっていう監督がまさにそうですね、今回と同じように登場したパスレッティ監督、11名ぐらいねバンって選手が出て、で、まあ僕は作らなかったですけど、これ強かったんですね、このパスレッティ監督が非常にね、っていう感じで、ですね。はい、まあ特に変わった点はないかな。はい、 CCT ですね。はい、まあ、CCT に関して初めての方とか、初見の方もいるかもしれません、CCT に関する動画過去に出しておりますので探してみていただければなと思います、一応ね CCT はかなりやり込んでおりました、もう今はねちょっと CCT は、まあ、ちょっとスタミナ消費する程度しかやりませんけども、まあ、いろいろとね考察だったり、第1回、優勝してますので、そのあたりの動画を遡っていただければ、初めての方は、何か参考になるかなと思います。はい、で SWCC ですね。はい、始まりました SWCC、 忘れないようにしないとなと思っております。久しぶりに真面目に取り組むというか久しぶりにちゃんとねすいません戦っていこうかなと思っておりますので、もう始まってるな、忘れないようにしないといけないですね。はい、というところで今回もマスターディビジョンで、久しぶりの決勝トーナメントを目指してやっていきたいなというふうに思っております。まあ、ネックはやっぱポゼかな、ちょっと休んでた時期というのもあって全くねちょっとポゼに関してはもうものすごく古い、もうものすごく古くもないですけど、まあ、サカツクで言うとだいぶ前になりますね。サカツクのこのインフレで言うとだいぶ前になるんですけど、ブラジル染めでまだ頑張っております。のでそこが結構ちょっとね、マルテタ監督やっぱ強いですよね。あそこ作ってないの結構痛いんですよね。なんでまあポゼを出すね回数が増えれば増えるほど決勝トーナメントが遠のくかななんて思っておりますが、まあ、ブラジル止めでなんとか頑張っていきたいなと思っております。それ以外のねフォメは大体多分まあ全部勝てるように作ってるんで大丈夫かなと思いますが、星を落とすとしたらまあそうですね、ブラジル止めがちょっと厳しくなってきてるかなというところですね。はい、続いてピックアップクラブスカウトということで、クラブのピックアップということで、今回はレアルソシエダサンセバスチャンになっておりますが、久保建英選手がメインのガチャになっております。はい、こちらガチャ画面から見ていきたいと思います。はい、がちょっとお待ちください、ここで一旦動画止めさせてください。はい、アプデ解説後半戦ということですぐねちょっと動画上げれるようにしたいと思います。ちょっとね11人いますので、これこのまま行くとですねちょっととてつもなく時間がかかってしまいますので、この後ですねガチャ解説はまた別の動画で出させていただきたいと思います。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。